皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の仮想通貨投資教室を始めていきたいと思いまーす草子ン新聞公読視聴規約。ここでね、この動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第一条から第7条を大きな画面でお読みください。 いちご一句読んでいただきまして、どこか一箇所でも承諾できないというところがありましたら、この動画を見ない見ることはできません。す <laughs> べてね、いちご一句承諾できるという方のみ、この動画を見ることができます。それでは行ってみましょう。2019年4月21日日曜日、暗号資産、草コイン、中野研究会。いや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 。 暑いですね、今日ね外25度でしたよ外さっき車でねセブンイレブン行ってきました暑かったですね今の時刻はですね1時半ですね1時半です暑くて暑くてね日差しが特に暑くてですねエアコン全開フルマックスでね、えー、真夏日を迎えておりますまだ4月なんですけど これから5、6、7、8ってねどんだけ暑くなるのかとどんだけあっちんちんになるのかとちょっと不安で不安でたまりません、そしてねこの土日2連休ですけれども、えー、来週、ね、とうとう10連休が始まるということで長くないと10連休長くないと長すぎるだろう、10連休ということでですね 皆さんまあ、新婚旅行で10連休休んだとかまあ大学の時休んだとかね学生のところね学生の時もね、それ以来じゃないですか10連休っていうのはなかなかないですよねまああの途中で会社辞めたりすればねあのいくらでも、はい、最終職ョするまで休めますけどねまあ、その時は気が気じゃないから休んだ気持ちにはならなかったと思いますよそれでは今日も <laughs> 行ってみましょう 本日のお題なんですが、この青いところね、青いところ見てくださいよ。モナコインがね、なんと58.9%の爆上げです。この1日ですよ、24時間で約60%上げ、上げてて、1.6倍になりました。100万円れてれあ、10万円買ってれば16万なん、6万円の儲け、OK、ですし、100万円買ってたら60万の儲け、OK、1000万買ってたら600万の儲け、OK、もちろん1億円分買ってたら、 1>, 1億6千万だから、6千万円の儲け、OK、ですね。おめでとうございます。やはり感謝力だよね、と。やっぱりね、日々感謝してないとダメだよね。あの、<laughs> 文句ばっかり言ってるやついるでしょ朝から晩まで。ね、朝、朝寝て夜起きる人。あそんなこと言ってないけどね。えっ、ー、と、文句ばっかり言ったり書いたりさ。まあ、どうしようもない。自分では何にもやってないけどね。 あのー、他人がいいことやってるのはね、ひがむんだよね。文句ばっかり言ったり書いてる,してる人、まあ、人生最低が、さらに最低になりますからね。で、はい、次ね、モナコインといえば、ノンタローチャンネルさんですね。モナコインを、うん、2700円の時も応援してたし、50円になった時も応援してたと。40円になったね、一時ね。ノンタローチャンネルさんと。まあ、モナコインの爆上げ、ノンタローさんのね、 毎日の感謝力のたまものです。それと同時に、なんとなんと、ノンタロうチャンネルさんのですね、YouTube のチャンネル登録者がなんと、10万人を突破しました。おめでとうございますイエーイということでね、ちょっと見に行きましょうか。ノンタロチャンネルさんとこね。マジかよと。マジかよと。これノンタロうチャンネルさんなんですけど、これ見て見て。チャンネル登録者。猫の顔ね。これ。 チャンネル登録者数10万9511人、もう11万人ですね。でね、のんたろうチャンネルさんってね、こう、我が強いっていうかね、いつもね、まあ、大した話してないんだよね。っ <laughs> ていうかそう、そくらいっちゃうけど、あの、1日1本ぐらいあげてるんですけど、まあ、何なんだろうかなと。えっ、ー、と、会社勤めしてるみたいですね、うん。もう10年間ぐらい。まだ転職でしょうね。 はい、でまあ専業 YouTuber じゃないんですけどねサラリーマンやりながら YouTube もやってるとだから真夜中とかね昼間とかね、まあ、あの昼間の休憩に撮影してアップロードしたりね、えっと、夜中撮影してアップロードしてますが大体いい顔出さないで、えー、ラジオ系でねその日考えたこと思ったことをねアップロードしてるんですけれどもねあの本、ー、当 <laughs> ちょうど1年ぐらい前かな。あの、僕が YouTube 活動、YouTube の毎晩 YouTube ライブやってたときですね。まあ、ちょっと前までやってましたけどね、毎晩ね、僕ね。まあ、また始めるんですけど、あの、令和になったら始めますけどね。楽しみにしててくださいね。令和。令和になったら、えー、5月1日ですね。令和になったら YouTube ライブをまた毎日ね、一般公開としてやろうかなと思ってますから、 もしね、あのー、YouTube ライブまたね、やってほしいってい人いましたら、えー、僕のね、動画のグッドボタンを押しといてくださいね、左側ね。あのー、数字が、うん、見えないようになっちゃってますけど、グッドボタンを押しといてくださいよ。そしてね、あの、ノンタロチーチになるちょうど1年ぐらい前かな、あのー、僕が毎晩 YouTube ライブやってる時にしょっちゅう顔出してくれてね、こんばん、こんにちは、こんばんはー、って言ってくれたんですよ。<coughs> で、どういう人かなと思って、ノンタルチャンネルさんのね、この <laughs> YouTube のチャンネル見たんですけど、その時ね、多分チャンネル登録者が3000、いや、4000人ぐらいだったかな。僕がね、ちょうど3000人ぐらいだったんですよ。うん。うん、で、それが1年後にもう11万人でしょどういうことなんだと。どういうことなんだと。で、僕はね、今7000、数百人なんですよね。 で、まあ、倍ちょっとしかなってないんだけど、ノンタロチャンネルさんは、だから4000人だとしたら、うーん10、20倍、25倍ぐらいになったわけだよね。でね、あの、まあ、ノンタローチャンネルさんが自分で言ってましたけれども、あるね、たった1個の動画、ずっとこう動画、ね、出してて、 一つ一つの動画の再生数は、まあ、154回,回とか、244回とか、109回、153回。1000回もいかないんですよね。237回、143回、237回と。いうことで、だいたいまあ200、200、二百回前後なんですよね。ただね、あるね、たった一個の動画が、なんとなんと、なんとですね、4000万回も再生されてるんですよ。僕見た時ね、 400万回ぐらいだったかな ?2 ヶ月ぐらい前に見たんですよ。え、なんでそんなにね、あチャンネル登録者多くなるのかなってね。そしたら、もうすでにその10倍ですね。で、この1ヶ月間でまた2万人増えたらしいんですよね。チャンネル登録者がね。あ、これ30日で2万人も増えたと。でこれも感謝、日々の感謝。感謝、もう何事に対しても感謝してると。感謝の賜物だと言ってましたね。 それでね、ある、たった一個の動画が、えー、っと、あの、日本、日本でも爆発してるんだけど、まあ、特に東南アジア、タイとかね、あっちの方でたくさん見られてると。で、それはね、あれなんですよ。たった一分ぐらいの、子供と一緒に撮ってる動画なんですけど、あの、あれがあるでしょ ?NHK のさ、 えー、なんだっけシステムスイッチじゃなくてさ <laughs> そういうねあのまあだから結局ね言葉で説明すると海外の人分かんないじゃない日本語なんて分かんないからだから言葉で説明するとあの日本人しか分かんないわけですよ日本人向けの動画になっちゃうから、えー、視聴者んが限定されるわけねまあ子供とかこ赤ちゃんとか大人見てないから まあたい4000万人から3000万人ぐらいに、まあ、もっと見てないかな2000。1000万人ぐらいかな、YouTube 見てるのは。1000万人から2000万人ぐらいに、えー、縮小されちゃうわけでね。日本人を相手にすると。だから日本語で喋っちゃうとダメなんですよ。動画の中でね。日本語で、でしかも喋らないとわからない動画を作っちゃダメなの。僕みたくね。ずーっと日本語で喋ってたらダメなわけですよ。えー、システムスイッチ。 システムスイッチだっけ違う <laughs>。えっと、NHK の、ちょっと待ってね。ちょっと、今思い出すから、一旦やりますね。はい。思い出しました。ピタゴラスイッチですね。NHK のピタゴラスイッチみたいな。だから、画像でね、ピータゴラスイッチって言うでしょ。で、あのね、 ノンタローチャンネルさんが映して4000万回視聴されたええ動画っていうのはね、あのーまあ、子供も子供のおもちゃっていうかね、赤ちゃんのおもちゃで、赤ちゃんのおもちゃってビー玉をですね、上から穴の中に入れると、コロ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 って、あの螺旋階段みたいに下に行くやつ、穴をポコポコポコ,コ,コ入って、そういうおもちゃありますよね、えピタゴラのスイッチみたいなおもちゃ。 それだったんですよね。はい。あのー、まあ、赤ちゃん、子供じゃなくて赤ちゃん向けの、こういうおもちゃあるでしょビー玉がくる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 回るやつ。こういうやつをただ映してるだけなんですよ。まあ、子供と一緒にね。で、上、上から目線で、えー、ホームビデオでね、こうやってコロ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 って写してるだけなんですよ。これがね、なんか海外には受けちゃった。海外にこういうのないんでしょうね。こういう子供のおもちゃがね。 なので、受けてるみたいで、タイとかね、ベトナムとかね、あっちの方で、あ、面白い面白いって言ってね、何回も何回も見られてるみたいで、あのー、まあ、これほら、言葉いらないじゃない言葉。だから、ピタゴラスイッチ、やっぱりね、言葉の壁ってなりますから、言葉のないですね。 ま、こう、永久期間な、永久期間というか、こういうのあるでしょこう見てたら楽しいやつ、コロ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 して。こういうものをね、やっぱり動画としてやっていく必要あるか,なとから、ブログと違うんですよね。ブログっていうのはどうしても、ま、写真貼り付けたとしても、言葉で説明しないといけないじゃないですか、ブログってね。でも動画っていうのは、え、言葉を超えたものがあるんだよね。うん、その音楽に似てて、 動画っていうのはね、もっとね、芸術的なんですよ。<laughs> 言葉を超えた、えー、人にね、感謝の力を訴えかけるね、えー、そして自分のね、パワーを訴えかける、えー、作品っていうのかな、映画っていうかね、なんじゃこりゃ、こりゃすごいね、あのー、芸術を訴えかける力があるんですよねうんそれをね。 やっぱ十二分に発揮しないと YouTube っていうのも単なるブログになっちゃうわけですよ。Vlog になっちゃうわけ。ビデオログになっちゃうわけですよ。で、ブログと YouTube 違うよっていうことで最近 YouTube がですね、その、まあ、動きのない YouTube 動画に、えー、チャンネル版まではしないんだけどえっ、ー、と、広告量がの,のんないと広告が出ないと。 だから週お金が儲かんない、えー、ようにしてるんだよね。でそれ結構ね、10万人単位でチャンネル登録者がいるチャンネルも結構やられちゃってですね。えー、っと、もうちゃんあの動画をやる意味がなくなりました。やめます、みたいなね。こういうやつですよ。こういうやつとかね。あの、くる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 回るね、螺旋状の、螺旋階段状のやつ、あの、 やってたんですよねた,んただそれだけなんですよ。1分ぐらいの動画でね、そのノンタロチャンネルさんっていうのは。それで4000万回ですよ。じゃえー、再生回数が。4000万回っていうとね、えー、1回、1再生1円だとしても400万円入ってくるわけだよね。で、多分1再生0.1円以上だから、0.2円だとしたら800万。0.3円だったら1200万入ってきてるわけですよね。で、それはね、 もう人知を超えた人一人のね、人一人の人間の能力を <laughs> 超えたたま、なん、もう素晴らしいものだと思いますよね。はい。しかも、まあ、キャ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 ー子供が喋ってるだけですから、<coughs> まあ、言葉でね、英語力も必要ない。もちろん、日本語力も必要ないってことなんですよね。はい。で、はちょっとごめんね。仮想通貨の話するの忘れましたけど、 え、これね、モナコイン、モナ、モナちゃんのね、今、時価総額って結構安いですね。1000万、800万しかないんですね、これ。モナコインってちょっとやばいっすね。8 81。800万で81に来ちゃうとこが怖いよね。うーん。で、122円で、えー、これ 58.、58.88%爆上げなんですが、えー、これどういうことなんだろうね。 うん、800万しかないんですね。モナコインってね。うん、ちょっと怖いって言えば怖いよね。800万中 100, 100万でも買ったらドーンと上がっちゃうわけだね、やっぱり。うーん、まあ、草コイン買ってもね、自分で1万円ぐらい買っただけで爆上げするもんね。うーん、時価総額が20兆円のうちの、まあ、ビットコイン10兆円、半分は、ね、占めてます。 でね、これ12兆だろこれ,これで13兆5,000億円これ14兆でしょこれで15兆でしょうんもう上の方でも20兆円のうちのほぼ閉めちゃうんだねはいということでですね今日は、まあ、仮想通貨っていうよりですねこのノンロウチャンネルさんがねノンロウチャンネルさんが チャンネル登録いや、だから、1年前はね、僕とほとんど一緒だとか、僕3000人だったんですよね。ノンタロチャンネル戦は、まあ、4000人か7000人か、そこら辺だったんですよ。チャンネル登録者がね。で、その頃から、再生回数、視聴回数は僕の方が上でしたね。3000回か4000回ぐらい、毎回あったんですけど、チャンネル登録、あの、ノンタロさんはもう100から200ぐらいしかなかったと。 だから視聴回数はすごい少ないんだけどチャンネル登録者がすごい多いとだその頃からね多分ピタゴラスイッチの動画が、まあ、ブレイクしてたんだと思うんですよねはいピタゴラスイッチねだから僕もですねちょっと <laughs> 諦めないでですねこういう言葉にできない何て言うんですかねプライスレスっていうかね、まあ、芸術的なこうコロ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 ,コロ見ててさ面白くて爽やかになると うんすっきりするっていうかね。ああ、楽しいなと。言葉でガチャ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 ね、説明するんじゃねえと。うん、帰ってきて、会社、疲れてね、会社から帰ってきて、ああ、また中野さんのね、動画見ようと思って見たら、コロ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 、カッキーンって言ってね、<laughs> ああ、面白いな今日もと。こういうようなやつね、こういうようなやつ。これはさ、言葉を超えて、あの、全世界の人が楽しめますからね。 やっぱりこういうことなんだと思うんですよね。あ YouTube があの動画を載せてほしいっていうのね。だから、えブログみたいなものせ、静止画ベースのものっていうのは、どん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 えチャンネル登録、チャンネルバンされたりですね、広告が出なくなったりという、そういうですね、ことがされて、それは決して意地悪じゃなくて、うん、YouTube のね、えー、本位をもうちょっと、 理解してくれませんかともうねこういうことなんですよとあのー、言葉を超えて、えー、世界と交わろうよねと日本人もねど,どうせ英語喋れないんでしょうとでもね関係ないよと英語喋れないの関係ないよ違うんだよねあのー、言葉の壁なんか関係ないこういうこういうこういうやつノンタルチャンネルさんこういうやつですよもっと細かいやつこう コロ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 ってピタコラカキンって言って下に落ちて終わりなんですけど、子供がね、面白がってね、何度も何度もこのビー玉を上に乗せてね、キャ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 キキャキキキキャってやってたんですよね。で、確かにそれは何回も見ちゃいたいですよね。だからね、やっぱり僕はね、あの、心を入れ替えましたよ。うん。やれば何でもできんだと。億万長者なんて、へのかっぱなんだと。 ね、お金を求めるだけじゃなくて、やっぱり YouTube の視聴量だけでも、全然1億2億なんて稼げるんだと。まあ、そういう、ね、あの思考力っていうか発想力っていうかね、それをね、今回、今日のね、のんたろチャンネルさんの動画ではね、僕にね、与えてくれました。本当に生きる勇気と喜びをね、のんたろチャンネルさんからね、今日いただいた気持ちでね、っいっぱいでございます。 はい、ということで、のんたろうチャンネルさん、今日もですねゆ、えー、勇気とパワー、そして感謝を与えてくれまして、誠にありがとうございましたと。皆様もね、ぜひこののんタロうチャンネルさんですね、えー、見てチャンネル登録していただければと思います。そしてね、仮想通貨またね、上がってきましたので、モナコイン爆上げですよね。あと、ノアはどうですか はい。ちょっと下がったけど、まあ大丈夫ですね。0.05ですね。一緒です、昨日とね。ということで、今日、今回はこの辺でね、この動画を終わりにさせていただきますが、えー、またね、仮想通貨、いろんな上がってますね。ベーシックなんとかとかね、もうよくわからない。おじさんにはよくわからないものがね、草コインおじさんにはわからないものがどんどん増えてきちゃいましたから、また調査分析の方を進めていきたいと思います。それでは、 千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。ありがとうございました。失礼いたします。